ほい。で、あと遊撃士協会行ったらいいかな。ここはないのね。確認いたしましょう。確認したけど、メタなし。めちゃくちゃ人おるね。こんにちは。やっぱエレインちゃんはいないのかな。なんか盛り上げ役がうんたらって言ってたけど。戻らんか、エレインちゃん。なんだろうね、質問って言ってたよね。あいつと深い縁があるやつに任せるべきかもな。それもう絶対聞こえるように言ってる。なんでチラって見たし。記憶をたどりゃあいつの行きそうな場所も思いつかなくもねえが。へえ。へえ。うん、まあね、そうね。え、グレイ君、え、グレイ君見かけてないよね。来てて独断先行してんのね。だよね、入ってなかったよね。無断で首都を離脱しオラシオに来ちゃった。え、来れるの。そうよね、グレイ君もなんかありそうなんだよね。なんだろうね、あんまり褒められたものではないけどね。なんだろうね。でもそのなん、常識的に考えてその行動いかがなものかっていうけど、結果的にその人の理由を聞いたらそれ相応の理由にはなってきてるから、今の私がどうこう言えることじゃないんですけど。可能性があるとすれば。はい。そうだね。アルビス君頑張れ。可能性があるとすれば何ですか？なんで言わないんだ。絶対これ、この会話を聞いた全プレイヤーがえぇってなってる。あ、グレイ君いるじゃん。ね。から入ってるの。そうなんだよね。ちょっと理由聞いてみたいな。そんなに言えないようなあれなの。そんなグレイ君って重要な位置にいるの？へえ。なんだろうね。ああ、感づいてたね。そうね、わかった。はーい、頑張ってね。なんだろうね、気になるね。こんな感じで南外交終わりかな。じゃあ次東外区行くぜ。出発いたします。クエスト2個ぐらいあるってことかな。横のつながりとかね、結局仕事につながってるんだよね。
大変だね。私あんまり社交性ないからさ、地獄かもしれん。まあでも元々そういう価値観があったらやるしかないだろうけど。あ、この二人。ん？どうしたどうした？ほう。え？あー、そういうこと。まあでもそういうところからそこが見えたりはするかもしれないけどね。おお、何で。さて。なるほどね。なんかそういう風にこの二人が進むと思ってなくてびっくりなんだけど。はいはいはい。なるほど。そうだよね。へえ。どのようなご用件ですか？それではまた。でも物が良くても調理の腕がないとっていう話じゃないね、本当和紙的には。上がる人買いましょう。フェリちゃん買ってなかったの？フェリちゃん買ってなくてあんな頑張ってくれてたの？マジ？待って、一人しか買えない。どうしようかな。ジュディス使ってなさすぎ問題ない？そしてめちゃくちゃ上がるね。あとはフェリちゃんだっけ？どうしよっかな。フェリちゃん、次のショーでいい？いや、でもな、買ってないっていうのが嫌かもしれないな。買ってないのが嫌だ。どうぞ。じゃあ、こんなもんかな。あ、足とか買ってないんだっけ？足バン君だけ買ったんか。スピード上がるんだよね。アーロン買ってあげよっか。お金がない。またお越しください。当店ではカルバードの弁当を受け継いだ最高品質の商品を取り揃えております。あ、そうなんだ。へえ。どうぞごゆっくりお買い物をお楽しみくださいませ。あ、そうなんだ。それってどこの人がお金出すんだろう？貴族さんたち？やっぱ遊撃士っていうの知ってて、遊撃士に来てるから話が回ってるって感じかね。歴史と伝統のクイーンシー百貨店、ようこそお越しくださいました。当店ではカルバードの伝統を受け継いだ商品を取り揃えております。そうなんだ。どうぞご覧ください。わしナイロンだらけだが、あ、ここの存在忘れてた。ここの存在忘れてた。せやかし2位上がるんか。いや、もう本当にお金がないんですよね。本当にお金がないんですよね。はい、百貨店こんな感じかな。そして一旦こっちに寄って、もどかしいね、それは。ここの景色っていうか登り方めちゃくちゃ好き。あ、そういえばさっき、なんかつら。一応女の子怒ってたけどね。施設は学校とかは。さてと。
なるほど。まあまあ。あ、そうなんだ。入りたーい。こっちじゃねえな。でもなんかこっちにイベント、あーはー、こんにちは。そう手伝ってもらってる最中なんです。あ、ごめんなさいごめんなさい料金しないで相談乗りますよ。この、あの、私ごめんなさいって言ってんのにさらに売り込みに行くこのバン君のスタイル、マジでバン君しかも割引とか言ってるあ、楽しい、それはよかったねあー、なるほどね、日々研鑽ですね。うん、多いね。今回の僕たちの目的ね、うん、アーティファクトの回収ね。うん、ついでか下方の討伐、はい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 。ね、ほんと、ダガーとボム、天使人形、斧槍と甲冑のアーティファクトアーティファクトありすぎよまさに言おうと思ったんだけどね、これ、この言い方ってさ、ドラゴンボールだよねこの言い方ってベジータ様だと思うんだけど、元ネタどうなんだろう、元ネタのベジータ様にもなんかあるんかな、もっと古代遺物のバーゲンセール。いや本当にそれよね、なんかそういうイメージなかったしね、ほんとそれ。皇帝もなかなか、皇帝？エンペラーもなかなかだったしね。うん。ねえ、私も今同じこと思った。人徳だな。いや、この二人ものまた気になるけどね。うん。はーい。言葉が出てこなかった、なんて言えばいいんだろう、こういう時。精進あるのみじゃないもんな。ミラの流れに不透明に。あ、これは、うん、なんかこの立ち方はクエストだなと思った私もなかなか 4SPG の鼻が効くようになりましたね。はい、ふん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 、へえ。ん？階段こっち。男爵、あー、ん？この人初めまして？
ってた人だよね前外で。あの方々のご意向すぐさあのとか言ってさ、しかも鍵カッコつけるっていう。フィナン、後々なんかこうあるんかもしれんけど、この人の話って左から右に流れちゃうあ、そうなの？クーロングループって銀行だよね。へえ。おい、ホテルこんな感じですかね。ちょっとクエスト待ってってね。あ、これで終わりか。はい。さて、次は北外区行きますか。行くとすっか。うん。どっちから回ろっかな。こっちから行こっか。映画館前はさすがにもう誰もいない。うん。そして、こちらが、お、珍しい組み合わせというか、なんというか、え、フィーちゃんってそんな大きい？あーでもそっか、こんぐらいのもん。なんかリーシャもうちょっと背高いイメージだった。へえ。話しかけます。やっほー。帝国の B 級とインが何をしてやがるんだ。確かクロスベルやら帝国やらの事件で共闘した仲なんだったか。フィーちゃんかわいいね。そのあたりをきっかけであんたが拠点をクロスベルに移したね。わがままのよ。でもわがまま通していいんだよ。でも後悔してないかな。トールズ7組と知り合えたことも含めて。そうなんだ、ありがとう。トールズ7組、帝国の黄昏を止めたという人たちですね裏でもそれなりに有名になっちゃった、7組が。私も出身だけどいろんな人がいるよ。また機会があったら話してあげる。まあ詳しくは千の奇跡をですかねそんな機会を持つためにも。そうだね。こ、変にアングルしたせいでセリフが逆になってたうん。ああ、教師の院としてだけなく私として道を選ぶようになったね。そのきっかけをくれた二人の人物はあれよね、ロイド君とジュディスっていうことだよね。つまりフィーさんを今の道に導いた二人と、どこ、それぞれどこか似ていて。フィーさんを今の道に導いた二人、リーン君と、ラウラ。この言い方だとラウラかな。なるほどね。仲良くしててくれ。プレイヤー的には仲良くしてくれてる方が、ニヤニヤできる。フィーちゃん。D 社と共闘したのは、黄昏と祭事編くらいにはなるけど。トールズ7組との縁は、それなりにあるし、積もる話もある。なんだろうね。まあ、過去の思い出話もいいけど、今どうしてるか聞きたいよね。わしらは。はい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 。同行するんだ。なるほどね。どうだい、どうだい、また楽しみにしてるぜ。こっち行こう。なんか風が違ったりするかな。散歩中？なんだってフリック。バズレイダーもロイヤルガーディアも読んでるんだ。
なるほどね。ふん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 。ワンワン。ここがホテルで、なんか待ってるっていう話だったっけ？経験則オーナーの、へえ、キーガンさん。うん。なんか出てますかね、オーラが。うん。ちょっとね、今日は我慢した方がいいかもね。絶対にあの人たちいるから。あれ？一人だけ？さすがなんだな。やっほー。一人飲みしてるんだね。あー、へー。今めっちゃ自分たちを俯瞰して見てるってこと？へえ、そうなんだ。そういうもんですかね。何も反応してなかったけど、わしら。で、2階行ってみようか。誰かいる？誰もおらんね。ほい、じゃあ次。ねえ、掲示板になんかあって。個人、入っていい？バン君。さっき見なかった、お昼見なかったけど、ミニトマト育ててるんだね。トマトって子供好き？なんか、偏見だけど、別れそう。大好きって子もいるだろうけど、みんな2階にいるの？おねむっていうこと？こっちが院長先生か。はい、もう来ちゃいました。ごめんなさい。私の趣味で。ちょいと様子を見ようかと思って。夜も特に変わりないようね。いやもう随分と気にかけてるみたいですね。例の寄付のおかげで前にも増して子供たちに不自由させることもありません。なるほどね。いつぐらいから送ってるんだろう。もうね、寝転びめっちゃいい頃。はい。平気そうな顔していてもやっぱり、あーなるほどね。そうよね。なんとか今回の事件をね、平和に終わらせたい。うん。お話しする。子供たちを元気にして、うわー、そうだ、私昼見てなかったね。リンカちゃん、下の方が好き？お話しする。あ、そうなんだ。ここに来た時は悲しい夢が多かった。そうなのね。へぇ。ソフィーちゃん読書。あららら。ら、何を読んでるの？読書と先生のお料理のお手伝いが私の楽しみ。そうなんだ。お姉さんだね。さて、今6時だっけ？子供の睡眠就寝時間がわからんわし。ね、その通り。今私何時だと思う？深夜3時ですよ。夜はこれから。ああ、確かにね。そういうもんか。なるほどね。ああそうね、そうね。なるほどな。なるほどね。いや本当に。ゲームできてる今がすごい幸せなことだよね。はい、次。
と結構にぎわってんね。自由都市圏の品だ。自由都市圏の品、交換屋のパーシング。パーシング、パーシングって名前だったっけ。パーシングだ。骨董屋さんのオーナーさんね。あ、で、ウルゲルンってこの人か。そういう話だったよね。ここの人とっていう話か。確かに。言われてみれば、うん、ここね。二人のモブ会話としての話は一致するわ。繋がってなかったけど。うん、そう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 。いらっしゃい。なるほどね。またよろしくな。そしてどうした。ああ、そういえばなんか気にかけてたね。どこだっけ、北が行くじゃなかった、東で行ってたんだっけ。なんかこれ掲示板だったんだ。はい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 。釣りしてる人結構いるね。プレイヤーに見せつけていくじゃん。わしだって釣りしたい、バン君。わしだって釣りがしたい。え？何？そういう感じ？ああ、そうなんだ。夜になったら元気になるの？あら、買っていくか。ごめん。買います。お金ありがとうね。はい、貢献しました。なるほどね、孤児院出身なんだこの方。多分。そうなんだ。ね、そっかそっか。ハンスくん、はあ、ほんとこういう話を聞くとなんか身が引き締まる思いですわ。なかなかないもんね、街一つなくなるなんて現実に。あら、やあやあ、うちはおすすめばかりだよ。お茶会ですか。え、てか寒くない？アイスクリームはさすがに寒くない？ホットカフェよるとアイスクリームという組み合わせ。さすがマリエルちゃん、異様な感じ。時々感覚が全然違う。ああ、キュートだから。なんか触れちゃいけないことがありそうな雰囲気。権力欲ね。ああ、なるほどな。そういうもんか。なるほどな。頑張ってね、マリエルちゃん。応援しとるわ。よいしょ。見た見た。言われたら、でも買うのピザなんだが。ピザなんだが。あ、オレだ、カフェオレだって。カフェオレいいね。
いや本当にお金ないんわし。また来てくれよな。はい。うん。ああアラミス出身？学校って言ったよね今。芸術学校アラミスかね。まあ違うかもしんないけど、プレイヤーを見えてないだけでここ学校あるかもしれんけど。